それでは今日の授業に入りますけれども、前回までは教科書のその46ページまでですね、連立一次方程式の解き方といいますか、その解の性質について細かく見ていきました。でそこで今日はその続きで教科書ですと47ページからですけれども、線形従属、ベクトルの線形従属のための条件ですとか、それから数ベクトル空間の規定といった話をした後で、今度はその次の 2.4 節の行列の回数の話に入っていきたいと思います。で今日は差し当たり、その教科書47ページの定理 2.5 からいきましょう。定理 2.5 なんですけれども、これまで多分線形代数のこの授業の最初の方で、その線形独立とか線形従属といったそのベクトルのいくつか何個かのベクトルの集まりに対する性質について学びました。で、でこうその実際に線形代数を使うそのいろいろな問題においては、その対象となるその問題でですね、そのベクトルをこう何個かこう扱ってその様子を見るということがよくあります。でその中でその今着目しているベクトルたちが線形独立であるか線形従属であるかというその性質の違いが、その今考えているその問題の答えにいろいろな形で影響を与えるということが少なからずあります。で、そうなりますと、その今考えている対象のベクトルがですね、線形従属になっているかどうかっていうのをこう調べるという局面がいろいろな場所で発生するんですけれども、でその際にどういう性質が言えるかと。また例えばその、ベクトルの次元と個数の関係から線形独立性とか線形従属性についてどんなことが言えるかということで、あらかじめ知っておくと便利なその条件というのがいくつかありますので、そういったものの一部をこの定理 2.5 では扱います。で定理 2.5 ではその線形従属のための十分条件ということで、定理が書かれていますので順に説明していきますけれども、一応順番に条件書いていきますと、今考えているスカラは実数か複素数としまして、それから M と N は自然数ですけれども、N の方が M より大きいとします。でこの時次の2つのことが言えまして、一応その教科書に書かれている順番に説明していきますが、まず第1番目は、ベクトル A1 から AN というのが、L 次数ベクトルとします。L 次数ベクトルが N 個あったと。で、それらが、それぞれ、その別のベクトルの線形結合で表されていたとします。どういうベクトルかといいますと、B1 から BM ですね。で同じく L 次の数ベクトルなんですけれども、この N 個の数ベクトル A1 から AN がそれぞれ、M 個の数ベクトル B1 から BM の線形結合で表されているとします。
で、そのそれぞれのベクトルの個数 n と m にはどういう関係があったかというと、その n の方が m より大きいと、すなわち、まあ、b1 から bm を使って表した線形結合で表した a1 から an の方が個数が多いっていうんですね。でこの時どういうことが言えるかというと、この a1 から an は線形従属であるということが言えます。というのが、その、この定理の一つ目の主張です。一応、教科書の文章は、こう、ずら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 と書いていますけれども、一応、この、なんでしょうね、示して、主張されている事実を、こう、もう少し明確にするために箇条書きにしてありますので、確認してください。で、次に、2番目なんですが、2番目は特に、ここでその L というのが現れました。L というのは今扱っているその数ベクトル空間のその成分の個数ですね。成分の個数が N より小さいならば、この A1 から AN は常に線形従属であると。ということが言えます。ここまでいいですか。それで、この授業ではこの定理 の証明を詳しく説明することは時間の都合もあるので省略します。ただ僕の講義ノートには例によって、まあ、証明の方は書いておりますので、まあ、興味関心のある人は後で確認してください。でここではその定理 2.5 というのが、まあ、ちょっと一見見ると何を言っているのかよくわからないという人もいるかと思いますので、そのどういうことを言っているのかというポイントというか意味をですね、一応ちょっと説明しておきます。で、この定理ですね、2つの主張を述べていましたけれども、そのどちらかというと多分括弧2の方がまあ、事実としては分かりやすいと思いますので、括弧2から説明します。括弧2の方はですね、そのどういうことを言ってるかというと、まあ、一つの例なんですが、例えばL 項数ベクトル。L 項数ベクトルは、その、スカラーをこう L 項並べたベクトルですよね。でこの L 項数ベクトルを、L プラス1個、どんなものでもいいんですけれども、どんなものでも L プラス1個持ってくると、それらは、線形従属であるということを言っています。ではその L 項数ベクトルを L プラス1個持ってくるっていう例を皆さん何か思いつくでしょうか。ということで
まあ、一番ですね、一番というか、なるべく単純な例で、ちょっと説明しますけれども、この R2 というのを考えます。R2 と聞かれて皆さん、どういうもんだか、多分、ちゃんと線形代数、一生懸命勉強してれば分かると思うんですが、要は平面ベクトルですよね。平面上のベクトルです。で、ここでは、まあ、平面上のベクトルは、その平面上の矢印で考えることができるって言っていますから、そうすると R2 で、例えば、まあ、こういう A1 というベクトルがありましたと。それから、A2 というベクトルがありましたと。で、例えば、その R2 の平面ベクトルですと、まあ、2つまでは、この2つの組までは、状況に応じて、その線形従属だったり、線形独立だったり、こう、いろんなことが起こります。しかし、この定理 2.5 で分かることは、なんかもう一本、なるべく、この2本と見かけの異なるものを書いていますけれども、もう一本も、なんかベクトル持ってきたと。で、こう、3本目のベクトルを、こう、持ってきた段階で、この3本の、3つのベクトルというのは必ず線形従属になるということを言っています。ですので、その、まあ、これは割かし単純な例だと思うんですけれども、その、まあ、ベクトルのですね、その数ベクトルのその成分の個数に対して、その個数を1個でも上回るようなベクトル、個数のベクトルを用意すると、それは必ず線形従属になるということで、その、ある線形、なんでベクトルのまとまりが線形独立か線形従属かを判定する上では、まあ、非常に単純かつ有効な判定法の一つとして使えると思います。で、括弧にはこういうことをも説明していますので、ちょっとこういうことを通して理解してみてください。で、それから次に、括弧1がもうちょっと複雑だと思うんですけれども、括弧1の方は、例えばですね、今、M と N の大小関係で、M と N はともに L より小さくて、かつ、その定理の条件にありますように、M よりも N の方が大きいものとしましょう。で、その括弧1の言っていることは、まあ、言っていることの一つの例としては、まあ、L 項数ベクトルを用意しますと。で、まず L 項数ベクトル M 項。これは B1 から、bm というのを用意しますけれども、まあ、これらの、その線形結合を作るんですね。b1 から bm を使って、b1 から bm の線形結合を、これを A1 から AN ですね。A1 から AN を作ると。で、ここでそのポイントとなりますのは、その、作る材料というか元になった B1 から BM の個数よりも、出来上がった結果の A1 から AN の方が個数が多いっていうことですね。だから、より少ないベクトルを使っ、個数のベクトルを使って、より多い個数の線形結合を作ったと。そうなるときに、実はこの A1 から AN というのは、線形従属になるっていうのが、この定理 2.5 の括弧1の言っていることです。そうすると、A1 から AN は線形従属になります。
まあ、ここまで言われても、あんままだピンとこないという人は多分いるんじゃないかと思いますので、もう少し説明を試みますけれども、まあ、なかなかここは難しいところで、まあ、教える立場としては、なるべく皆さんが理解しやすいように説明を試みますけれども、それは皆さんが必ず理解できるというのを保証は残念ながらできません。で、こちらのこの試みる努力にプラスして、皆さんが理解しようとする努力はきっと必要だと思いますので、その辺はこうお互いのですね、協力関係といいますか、力を合わせ具合が多分効いてくると思いますので、皆さんもぜひ頑張っていただきたいと思います。で、じゃあここの例で、そうですね、じゃあ例えばですね、そうですね、R のさんっていうのは、まあ、我々が今住んでいるこの3次元の空間と思っていいわけです。で、そこから B1 と B2 というこう2つのベクトルをこう取ってきたとしましょう。例えば、そうですね、まあ、こういうその平面上で直交するような適当な長さの B1 と B2 というのを持ってきたとします。で、そうしますと、そこからですね、この B1 と B2 の線形結合を何個か作りましょうと。で、例えば A1 をこんなふうに作りました。なんかだんだん話の内容がさっきの例と似てきましたけれども、まあ、でも一応その話の枠組みとしては、この括弧1の中で話をしてますので、まあ、A2 をこういうふうに作りましたと。で、さらにこう3本目の A3 をこう作りましたっていうと、実はこの3個目のベクトルの A3 っていうのは、A1 と A2 の線形結合で表すことができますっていうことを、この定理は言っています。で、結果としてからその理由、根拠として、この A1 から A3 の線形結合、これですね、A1 から A3 は、まあ、線形準則であると。ということが事実として分かります。で、皆さんの中には、連立一次方程式の話をしていたのに、なんで今ここで唐突にこの線形準則、ベクトルの線形準則の話が出てきたんだろうと疑問に思う人がいるかもしれません。で、これにはちょっとした理由がありまして、まあ、もちろん教科書には書いてないんですが、僕は多分僕が考えるところの、まあ、この教科書を書かれた先生がですね、こういう持ってきた理由だと思うんですけれども、実はこの線形準則か線形独立かっていう、そのベクトルの性質を判定する際に使われる道具として有効なものが、連立一次方程式なんですね。結局、その与えられたベクトルが線形独立か線形準則かっていうのを判定するのには、それらのベクトルから導かれる連立一次方程式を解くことになるわけです。で、ちょうど私たちはその前の時間にですね、前の時間までですね、その連立一次方程式のその解の性質について学びましたので、そうすると、まあ、そういった性質を使って、そのベクトルに関する性質を、まあ、今回のように調べることができるというわけです。ということで、まあ、
実は証明ですね、この定理の証明を見ますと、連立二次方程式を解いて、その解の振る舞いから、その線形従属、こういうときは線形従属になるということが導かれていますので、ぜひ皆さんも証明の方を確認、読んで勉強してください。ここまでで何か質問ありますか？はい。で、次に、ここまでが教科書の47ページの話で、で次に教科書の48ページに入りますけれども、教科書の48ページに、その定理 2.6 という定理がありまして、でそこにですね、見出しには、数ベクトル空間の規定の個数の一位性とあります。で実は その話をする前に規定という言葉が出てきておりまして、で一応この規定という言葉をちゃんと定義しておこうと思います。でこの授業の最初の方を振り返ってみますと、その最初に平面ベクトルの話をしたときにその規定という言葉を扱いましたけれども、その平面ベクトルの後に出てきましたこの N 項数ベクトルにおいてその規定という言葉をちゃんと定義してはいませんでしたので、一応今のうちにその規定という言葉を定義しておきます。意味としてはその平面ベクトルを習った時の規定と同じなんですが、まあ、一応その記号の使い方とかそれから言葉の使い方というをきちんともう一度確認しておきます。A1 から AN、これは L 項の数ベクトルとします。でこれがと数ベクトル空間 KL の規定であるとは、一応確認しますと、この数ベクトル空間という言葉はすでに出てしていたと思いますが、ちょっと待ってください。あ、教科書の15ページですね。そのワトスカラー倍の定義された N 項数ベクトルの集合 KN を形状の N 項数ベクトル空間と呼ぶというふうにありますので、一応数ベクトル空間という言葉は前以前に扱っていますので確認してください。でこの A1 から AN ですね、今はその L 項数ベクトル空間を考えていますけれども、A1 から AN がこの L 項数ベクトル空間の規定であるとは、次の条件を満たすことを言います。1番目が、A1 から AN は線形独立である。ということ。それから、2番目は、A1 から AN は、この数ベクトル空間 KL を貼る、もしくは生成すると言います。で、一応この生成するもしくは貼るの言葉を、もう一度復習しますと、
任意の数ベクトル空間 KL の、まあ、ベクトル X に対して、あるスカラー、N 個のスカラーが存在して、X イコール、まあ、C1A1 プラス、点点点点プラス、CNAN が成り立つと。で、一応ちょっと復習のために皆さんに聞きますけれども、こういう形の式を何と言ったでしょうか。C1A1 プラス点点点プラス CNN というのを何と言ったかと言いますと、これはベクトル A1 から AN の線形結合ですね。ですので、この2番の条件というのは、その、任意の数ベクトル X に対して、この X がですね、この A1 から AN の線形結合で表されるということを言っています。ということで、一応規定の定義は平面ベクトルの時と意味としては同じで、一つは線形独立であると。それからもう一つは、その、数ベクトル空間 KL 全体を、貼る、もしくは生成するということが定義になっていますので、確認してください。じゃあ一応ここまでを踏まえた上で、その数ベクトル空間の規定の個数の一時性に関する定理 2.6 を説明します。で、じゃあやりましょう。まず、これもですね、主張が2つありますので、括弧1と括弧2に分けて書きます。最初の主張は、A1 から A の N、これをその L 個を数ベクトルとします。それから、B1 から B の M、これも L 個を数ベクトルとします。で、この A1 から AN というのと、それから B1 から BM っていうそのベクトルの組がですね、それぞれその数ベクトル空間 KL の規定であるとします。で、この時何が言えるかというと、実はこの2つ組の規定のを構成するベクトルの個数は等しいと。だからどちらの規定も同じ N 個だったら N 個のベクトルから成り立つ、なる規定であるということが、まず最初の主張です。で、次に2番目の主張としましては、特に、特に A1 から AM、A1 から AN ですね、A1 から AN が、
あ、ごめんなさい。K、KL ですね。だから、L 個数ベクトルですね。L 個数ベクトルの A1 から AN が、この数ベクトル空間 KL の規定ならば、N イコール L と。すなわち、その数ベクトル空間、KL ですね、L 項の数ベクトル空間の、規定を構成する、その規定となるベクトルの個数というのは常に L であると。だから、その個数に等しいっていうことを言ってるのがこの2番目の主張です。で、この定理もですね、細かい説明はかなり長くなりますので、証明は長くなりますので、証明は省略しますけれども、先ほどと同じように、この定理のポイントについて、いくつか説明をしておきます。ちょっと数字がアンバランスですね。さっきの大きさだと明らかにこう消して書き加えたのがバレバレなので、まあ、ビデオに残ってしまうので、どの道バレバレなんですけれども。それで、まず定理 2.6 のポイントなんですけれども、まず、先ほども述べましたように、数ベクトル空間 KL ですね。一応、それと、一応断っておきたいのは、この教科書ではまだちゃんとは触れていませんけれども、この L は、有限な値であるということに気をつけてください。まあ、数学ですと一般的に、この無限次元のベクトル空間というのもこれから扱ったりする機会があるんですが、今のところ、この線形代数で我々が学んでいる数ベクトル空間、の個数は有限個であるとします。で、この時の、この KL の規定の個数ですね。規定の個数というのは、一組の規定を構成するベクトルの個数です。だからまあ、規定の種類は無限にあるんですけれども、その一組の規定を構成するベクトルの個数は、必ず L 個であるというのが、まず、この定理 2.6 から分かる事実の一つです。でそれから2つ目としては、その規定の個数、規定を構成するベクトルの個数は、規定の取り方によらないという事実があります。で、これをちょっと身近な例で見てみますと、その数ベクトル空間 KL の規定の個数が L ということですから、例えばこの黒板の上ですね、黒板の表面からこうずっと上下に伸びる空間は R2 と見なすことができるわけですね。そうすると R2 の規定の取り方っていうのはいろいろあります。皆さんどんなものが思い浮かべられるでしょうか。例えば、その XY 座標のように、その直交するような、これ、基本ベクトルを使った規定ですとか、それから、まあ、いわゆるその斜交座標と呼ばれているような、その座標軸に沿った規定の取り方ですとか、まあ、いろいろな規定の取り方があります。で、ここでその大事なことは、どのような規定の取り方をしたとしても、
その一組の規定を構成するベクトルの個数は必ず2個であるということです。そこが大事なところですね。ということで、実はそのこの規定というのは、このその個数は空間、何でしょう、数ベクトル空間が1つ決まると規定の個数が決まるということを言ってますから、でこれは数ベクトル空間を特徴づける値の一つであるということができます。数ベクトル空間を一つ与えると、そこの規定の個数は必ず決まると。で、それは、数ベクトル空間がもし異なっていると、異なる場合もある。例えば、その平面ベクトルの、規定の個数は2ですけれども、その我々が住んでいるこの実空間ですね、R3 では、その規定の個数は3であるというのは多分皆さん類推できると思うんですが、そのようにこの空間の取り方によって、その規定の個数というのがその空間をある意味特徴づける値になっていまして、でこれを後の方でやりますけれども、実は、次元と言います。今まで多分2次元とか3次元とか皆さん言葉は聞いたことがあると思いますけれども、この次元というのは実はこの数ベクトル空間、もしくはベクトル空間の特徴づけるその値として、数学的には扱われているというところに注意してください。はい、ここまでで何か質問ありませんか？はい、ということで、今までその、セクション 2.3 でその連立一時方程式と、それから、連立一時方程式にまつわるその、数ベクトル空間の性質について扱ってきましたのが、今度そのセクション 2.4 に進みまして、その行列の回数という概念を扱います。読み方は階段の階に数と書いて回数と読みますけれども、英語で使われることも多いです。英語ですと、英語その他の言語ですとランクと呼ばれることが多いです。ですので、行列の回数と呼ぶよりは、数学を専門にする人の間では行列のランクと呼ばれることの方が多いかもしれません。同じものを言っていますので、誰か別な先生がいきなりランクという言葉を使ったとしても驚かないでください。でそこで、これからその学ぶその行列の回数、ランクは、ある意味その行列を特徴づける数と値となっているんですけれども、そのですね、回数、ランクを定義する上で、この第2章の最初でその行列の行変形というのをやりましたが、それと類似した操作で行列の列変形というのをこれから行います。これはその行列のランクの定義に必要な操作ですので、一応この時点で行います。学びます。で、教科書をすでに読んでいる人は大体わかるかと思いますが、ストーリーはそのこのセクション 2.1 でやった行列の行変形とほぼ同じ形で進められますが、一応言葉をきちんと定義しておくために一つずつ板書はしていきます。
一応板書はしていきますけれども、その何度も繰り返しますが教科書に載っている内容も多いですので、皆さんは適宜取捨選択してノートを取ってほしいと思います。まず最初に、まあ、列基本変形と列変形という言葉を定義します。で、A というのを M 行 N 列の行列として、それから C をスカラーとして、それから I と J は1から M までの自然数、ただし I と J は異なる値としますが、これらに対して次の3つの変換を A の列基本変形ということにします。で、その3つというのをこれから下の黒板に書きます。1番目は、行基本変形ではこれ A のある行を何倍化するっていう話でしたが、これについても同様で、A の第 i 列を C 倍すると。ただし C は0じゃない値とします。それから、2番目は、行基本変形ではその A の第 i 行と第 j 行を入れ替えるという定義でしたが、これをただ単に行を列に直しただけですね。A の第 i 列と第 j 列に入れ替える。自分の講義ノートの漢字がちょっと心配になって、あれこの字でよかったかなと思って教科書を見たら、教科書はひらがななんですよね。ちょっとやられ、一本取られましたね。で、3番目は行基本変形では A の第i 行もしくは第 j 行に第 j 行もしくは第 i 行の c 倍を加えるっていう話だったんですが、まあ、これも同じように列に、行を列に変えたんですね。A の第 i 列ですか。第 i 列に第 j 列の C 倍を加えると。で、まあ以上のその3つの操作をその A の列基本変形と言います。ですので、皆さん以前書いた行基本変形の、まあ、行という文字を列という文字に置き換えればそれで OK ですね。で、さらにこの3つのですね、列基本変形を
繰り返し施す操作これを列変形ということにします。以上が列基本変形と列変形の定義です。大体ここまでよろしいでしょうか。それで、次に知りたいのは、じゃあこの列基本変形っていうのはですね、その行列の掛け算で表したらどうなるんでしょうって話ですね。で、行基本変形の場合は、その基本行列と呼ばれる行列を、その A の左から掛けると、その行基本変形ができました。じゃあ列基本変形はどうかっていうと、実はちょっと面白い話なんですが、かもしれない、面白い、まあ人によっては面白い話だと思うんですが、その基本行列を左ではなくて右からかけることで列基本変形ができます。一応これは事実は注意として書いておきます。ちなみにこの注意という言葉ですね、まあ日本の社会ですとよくその悪いことをしたときに悪いことを行いなどを戒めることを行為を注意とよく言いますけれども、決して数学ではそういう意味では用いていませんので、誤解しないように注意してください。というふうにですね、注意というのは、例えば数学の中でですね、まあ、例えば本を読んでいる人に対して、ここにはこういうことが成り立っていますとか、それから、この理論にはこういう落とし穴がありますから、使うときは気をつけましょうとか、そういった本当にこう注意を引くために用いている言葉ですので、まあ、こうあまり戸惑わないように使っていただきたいと思います。で、その M 行 N 列のその行列 A にですね、その N 字の基本行列というのを以前やりました。忘れた人はちょっと各自の前の方を振り返っていただきたいんですが、N 字の基本行列というのは3種類あって、教科書の中ではカッコ1ダッシュ、カッコ2ダッシュと書かれてましたけれども、カッコ1ダッシュは、EI の C と呼ばれるもの。これは、単位行列の第 I 行をC に置き換えた行列ですね。それから、括弧2ダッシュというのは P の IJ と呼ばれるもの。教科書でもう一回振り返りますと、第2章の一番最初で、教科書ですと34ページから35ページに書かれてあります。それから、括弧3ダッシュですね。括弧3ダッシュは E の JI と呼ばれるもの。これらを右からかけることによって、それぞれ A の列基本変形
まあ、括弧1括弧2括弧3というのはこの右側の黒板に書いたやつですけれども、まあ、括弧1括弧2括弧3という操作を行うことができます。で、ほとんどの形はその行基本変形の時と同じ形の行列で列基本変形ができるのですが、行基本変形と異なる行列の使い方が一箇所ありますので、そこに気をつけてください。それはこの括弧3ダッシュの E の JI と呼ばれる部分です。でこれ実は行基本変形の場合には、E の ij というふうに表されていました。で、このインデックスの ji と ij だったのが ji にひっくり返っています。で、それはどういうことになっているかというと、もともとこの E の ij ですね、行基本変形で使った E の ij では、まあ、ここに ij と j 列、i 列と j 列があって、この対角要素の上ですね、上にのこの i 行 j 列、ij 要素にこの c という値が出てたんですけど、入っていたんですけれども、この列基本変形で使う e の ji ではどうなっているかというと、今度は、この対角成分の下ですね、下の J 行 I 列の要素ですね、 JI 要素にこの C が入っていますので、行基本変形で使った行列とは対称になっていますので注意してください。一応注意すべき点はそのぐらいで、あとはその行基本変形の時の基本行列をそのままの形で A の右からかけるということで列基本変形ができます。ここまでいいですか？はい、それでは。まずその列基本変形の定義が終わりましたので、今度はこれを使ってこの行列の回数標準形と呼ばれるものと、それから回数ランクと呼ばれるものの定義を行います。それでは教科書の49ページの定理 2.7 を見てください。この定理 2.7 から説明します。で、定理の見出しは行列の回数標準形とありますね。で、その定理の中身を説明していきます。A というのを、まあ、任意の
M 行 N 列の行列とします。でこの A に対してある B、B は M 行 M 列でかつ正則行列です。それから、もう一つ C、これは、今までのスカラーの C とは異なっていって大文字の C で N 行 N 列でこれも正則な行列です。でこういう B と C が存在して、どういうことが起こるかというと、この A の左側から B をかけて右側から C をかけますと、これ次のような形の行列になると言っています。ブロックの形で表していますけれども、左上のブロックが、R 字の単位行列と。で、後の要素が全て0という行列になります。で、ここで R は、M と N の最小値以下の値になりますけれども、せいぜいこう1がどんどんどん続いてもその行列の右下まで来て止まるということですね。でこういうことが起こると。だから任意の行列 A に対してそのあるその行列ですね、適当なっていうのもこれ数学ではかなりその特有の言い回しですけれども、数学でいう適当なというのはその性質を満たすちょうど良いという意味であって、決していい加減なとかですね、その社会で扱われているその適当なという意味ではありませんので、これも注意してください。でこの行列 A に対して適当な正則行列 B と C をかけてですね、でこのような形の行列にすることができるというのがこの定理 2.7 です。で、証明はちょっとその時間の都合で詳しくはできませんけれども、そのどのようにしてこのような形にできるかというのを大雑把にですが説明しておきます。まず最初に行列 A が与えられました。で、これに対してその今まで行変形で習った事実としまして、この A に対してですね、そのある適切な適当なその行変形を繰り返すと、その行変形を繰り返すということは、あるそれに対応する正則行列 B を A の左からかけるということと同じ意味を表すんですが、これが簡約階段行列になるというのを以前やったわけですね。定理でいうと定理 2.1 というのがありました。で、簡約階段行列はどういう形になったかっていうと、こういう行列ですね。で、この1の階段が合計 R 個ありまして、でそれぞれの1の階段の列の番号を K
の1、K の2、K の3、K の R というふうに呼んでいました。で、ここまでは、その、以前、行変形を使ってやった話ですね。で、今日はここからが、その新しい話でして、じゃあ、この、その簡約階段行列にどういうことを、操作を行うかっていうことなんですけれども、まず結論から言いますと、この階段の角になっているこの列をですね、この R 列を全部この行列の左側に詰めてしまいます。で、詰めるということは今どうすればいいかというと、例えばこの第 K2 列っていうのを今度はこの第2列に持ってきたわけですね。そうすると、まあ、例えばこの第2列と列を取り替えればいいわけですね。で、同じようにしてこの K3 列も第3列と取り替えるということを繰り返す。で、最後 K の R 列も第 R 列と取り替えるわけですね。だから例えば一つの操作としては、第 K の J 列ですか。第 K の J 列と第 J 列を、まあ、交換しましょうと。で、2つの列を取り替えるというのは先ほど定義しましたように列基本変形の一つの操作なわけですね。ですので、まあ、これを繰り返すことで、まあ、次のような形にできるって言います。先ほどはその階段のこう段がですね、その段の長さが長かったり短かったりっていういろいろなものがあったんですが、この列変形を行うと、その階段が全部対角成分上にこう揃うわけです。で、ここまでは第1列から第 R 列まで、こういう形になりまして、で、あと残りの第 R プラス1列から、第 N 列か N 列までは何か適当な要素が入ってると。で、この次にさらに何をするかというと、この部分ですね。あ、ごめんなさい。この部分か。この部分の要素を全部ゼロにしたいわけです。で、ゼロにするにはどうすればいいかというと、実はここですね、この第1行からその第 R 行、第1列から第 R 列まで、この、基本ベクトルの1が入ってますので、これをこう、何倍かしてこちらの行に加えることで、その狙った成分をこうきちんとゼロにすることができます。で、そういった操作をまたいっぱい繰り返すと。で、これは全部先ほども定義しました列基本変形に入っている操作ですので、で、これを全部例えばまとめて CD という行列にすることで最終的にこの黄色い部分がゼロ行列になりまして、まあ、こういう形の、行列が得られたということで、まあ、定理 2.7 の結論に至るような操作ができたことが分かると思います。というのが、この定理 2.7 でして。で、定理 2.8 ではその回数標準形の一時性という性質が述べられています。
で、これはどういう話かというと、今定理 2.7 からですね、その任意の A という行列を、その、まあ、先ほどのような形の行列に変換できますということをやっていたんですけれども、その変換するための行や列の消去の手順というのは必ずしも一通りではないわけですね。いろんな消去の手順があると。そうしますと、例えば一つの行列 A に対して、ある B と B'、これは M 行正方行列で、どちらも正則。それから、またある行列 C と C'、これは N 行、N 列の行列で、正方、N 次正方行列で、で、そしてどちらも正則と。で、まあ、こういう B、B'、C、C' が存在して、例えば、その A に対してですね、B と C を使って、その標準形を作ったときに現れるその単位行列が、R 次の単位行列だったとしましょう。一方で、その A に対して、この B' と C' を使って、その、作った標準形の、に現れる単位行列の次元が、あ、次数ですね、次数が、R' 次だったとしましょう。そうすると、まあ、見た目、もしかすると、この ER と R' は、同じかもしれない、等しいかもしれないし、異なるかもしれないと、こう疑問に思うわけなんですけれども、実は、この時、大事な事実は、この R と R' は等しいというのが、この定理 2.8 です。の主張です。ということで、まあ、回数標準形にこう与えられた行列を変形していくときに、その変形の手順というのは、いろいろな手順が取れるわけなんですけれども、行き着く先は全部等しいってわけですね。ということが、この定理 2.8 が言っていることです。ですので、その、この A の回数標準形を作ったときに、ここに現れるこの単位行列の次元、すなわちこの R の値というのは、その、この変換に使う行列 B や C の取り方によらないで、その行列、最初に与えられた行列 A によってのみ定まるというのが、まあ、この定理 2.8 のいうところです。で、このことから何が言えるかというと、実は、この与えられた行列 A に対して、その回数標準形を作った時のに現れるこの単位行列の次元というのは、その行列のあるに対してある特有の値と思えるわけですね。どんな変形をしても必ず R 次の単位行列が現れるということですから、そうするとその R というのはその A という行列のまあ一つの性質を位置づける値ということができます。っていうのが実は今日時間になりましたので今日はやりませんけれども、次回やりますけれども、その行列の回数ランクと呼ばれる値になります。で、でということで、じゃあ一応次回はそのこの回数標準形からですね、この行列のランクの定義と、それからこのランクに関する性質について説明していきたいと思います。ここまで何か質問ありますでしょうか。じゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。